カズシオンです。アンドロメダ星にもケイ素がいっぱいあるっていうことが分かっていて、エネルギーの、まあ、形が出来上がっていくっていうこと。これをさっきのハーモノグラフで書くと、こういうふうに音響がこの宇宙の法則なんだ。内在している宇宙が全ての命の中にあって、宇宙と共振している時に起こる倍音共振共鳴が起きている。不協和音が発せられて、しまったものをどうやったら奇跡的にきれいにまた整って出ている、形成されているっていうのが分かるんですね。これただ水を張って実は免疫グロブリンが活性化されたりとかですね、新しい未来、人類の次のネクストステージを宗教や国境や人種や年齢も性別も超えてつながることができる周波数のレベルで、ここまで話をするのは今日初めてなので、どうか皆さんつながってください、共振共鳴してください。そして未来を一緒に作っていきましょう。